西仙北サービスエリアは、秋田県大仙市にある、秋田自動車道のサービスエリアである。西仙北スマートインターチェンジ及び、大仙市ドライバー休憩施設を併設する。サービスエリアとスマートインターチェンジの相互連絡はできないが、サービスエリアの施設は、一般道用の駐車場も完備しているので、一般道を経由して利用可能である。 1991年7月25日に、秋田自動車道横手 IC 秋田南インターチェンジ、館が開通して同時に西仙北サービスエリアも開業した。2002年4月10日に西仙北町の第3セクター、西仙北音声インター株式会社が運営する西仙北インターチェンジが設置されると同時に、 上り線がサービスエリアからのみ徒歩で利用可能な開放型の高速自動車国道活用施設抜く森プラザが設置されたが抜く森プラザは2005年3月23日に西千牧町が大仙市に合併して廃止されたことにより同日付で大仙市ドライバー休憩施設という名称に変更されている なお、かつては給油所が存在したが2007年3月31日、限りで閉店した2011年3月26日には、西千北 IC の管理が、西千北音声インター株式会社から東日本、高速道路へ移管されると同時に、インターチェンジがスマートインターチェンジに変更された。下り線については、この先にも、サービスエリアや、 パーキングエリアが存在するが、売店等のある施設は、当サービスエリアが最終となる。西千北サービスエリアスマート IC 入り口付近。右奥の建物は、大仙市ドライバー休憩施設、西千北スマートインターチェンジは、西千北サービスエリアに併設する、スマートインターチェンジである。開設当初は、西千北インターチェンジとして、利用時間が6時 -22、 00、12メートルを超える車両は利用できないインターチェンジであったが、2011年3月26日に営業時間と利用制限はそのままに、スマート IC に変更された。料金所は、上り線側に大戦市ドライバー休憩施設と共に設置され、一途、ランプウェイはサービスエリアの駐車場に接続されているが、スマートインターチェンジとサービスエリアの施設は同時に、 利用できない構造になっており、そのまま、秋田自動車道本線につながっている。給油所が営業していた頃は、インターチェンジからの流入時にサービスエリアの施設の中で給油所だけ唯一利用できた施設だった。AB、大仙市ドライバー休憩施設条例。大仙市。2015年9月11日閲覧。ブランドは上り線が、JXTG エネルギー、下り線が、 イデミツコで、いずれもネクセリア東日本が運営していた。ネクスコ東日本プレスリリース、ファミリーマートの店舗一覧高速 SAPA。2015年9月4日閲覧。秋田自動車道、西仙北スマートインターチェンジの開通について、東日本高速道路2011年6月30日、閲覧。大仙市ドライバー休憩施設条例施行規則。大仙市。 2015年9月12日閲覧。西千木スマートインターチェンジに関するカテゴリー。大選手ドライバー休憩施設に関するカテゴリー。ありがとうございます。